はい、こんにちは、ゆきよのガングレビューです。今回の動画はこちらのプラモデルを組んでいこうと思います。ユーモコードビーストというシリーズですね、のハンドレッドエッジというロボットになります。プラモデルです。で、パッケージ見てもらっても分かるように、ビースト型のメカから人型メカへと変形するプラモデルになっております。メーカーは、立花猫工業と書きまして、オレンジキャットと読むらしいですね。中国のメーカーです。そして輸入販売元はウェーブとなっております。はい、こちらの商品はですね、実はメカデザイナーでイラストレーターの倉持恐竜さんからプレゼントでいただきました。倉持恐竜さんはこのコードビースト自体の生みの親と言ってもいいですね。デザインから設計から担当されている方です。その方からね、実はこれ12月発売なんですけど、発売前にサンプルプレゼントということでいただいてたんですよね。ところがね、ちょっと私めの体調の問題もありましてね、もう1月終わろうという時にやっとレビューという低たらくになってしまいました。この場をもちましてね、倉持恐竜さんに謝罪したいと思います。ごめんなさい。その分ね、この商品の魅力を伝えていきたいと思います。そしてでは、店面のデザインからね、ちょっと見ていきましょう。まず、ユーモのロゴが入ってますね。新ホビーブランドユーモとは、ルックス&ギミック。そのルックス、造形はあなたの目を楽しませるために。一つ一つ組み上げるそのギミックは、あなたに手遊びを届けるために。想像を遊び尽くすためにデザインされた模型、それがユーモの目指すプロダクトです。めっちゃいいじゃないですか。このプロダクトはね、僕大好きです。とにかく遊んで楽しい、触って楽しい、動かして楽しい、そういうプラモを目指してるということですね。うん、確かにね、プラモデルは完成させてね、飾っておくのもいいんですけどね、おもちゃのようにひたすら動かしてね、変形往復させるというのはね、まあそれも楽しみなんですよね。はい。そして、こちらに完成見本写真が載ってますね。こちら、人型です。ヘルトステージというらしいですね。ちょっと角度が悪い。こんなもんかな。はい。そしてこちらが、いわゆるビーストモードですね。ヘルトビークル形態と言います。この2つのモードに変形することができます。あとはね、オプション類はね、3つついてるのかな。他にもついてるのかな。とりあえず3つついてるみたいですね。はい。そこのデザインはイラストになっております。先ほどの完成見本写真と遜色ないイラストということね、それだけ完成品の精度が高いということですね。はい、ハンドレッドエッジの説明も載っております。側面のデザインはこんな感じです。反対側も一緒ですね。でね、これね、でかいんだわ。とにかく箱がいつものペットボトルと比べるとね、こんな感じですよ。これ 500ml ですよ。どんだけでかいのって感じですよね。はい、では早速パッケージをオープンしていきます。オープン。おお、これはなんかお歳暮みたいな箱に入ってますね。かなりしっかりした作りの黒光り箱になっております。へえ。そしてランナーですね。いろいろ入ってますね。結構な枚数があるぞ。こんな感じですね。片面、反対側にも同じぐらいのランナー量です。はい、では中身一覧です。まずはランナー ABC、 お分かりいただけたでしょうか。いつも下に引いてるね、このカッティングマットと比べてくださいよ。ランナー3枚でね、画面いっぱいになっちゃうんですよね。いや、あれだけ箱がでかいだけありますね。ランナー一つ一つもめちゃくちゃでかい。まさか1画面に3ランナーしか入らないとはね。そして AB ランナーは同じものがもう一つついております。 DEF ランナーです。GHIJKL ランナーとシール。シールは最小限ですね。目の部分とセンサー部分のみシールになってます。そして説明書、表紙はパッケージイラストと同じものが書かれております。そしてパッと開くと完成見本写真と注意事項、パーツリストで組み立て開始ですね。まずボディから始まります。でヘッド、アームと続いていきますね。はい、アーム、そして上半身の組み立て、そして真ん中にいろいろ載ってますね。説明、ストーリーとかの説明が載っております。ここに他のメカが載ってるんですけど、ハンドレッドエッジとはデザインラインがだいぶ違いますね。その辺ストーリーとかちょっと気になります。はい、そしてウエストユニット、レッグユニットと組み立てていきます。レッグはやっぱり関節が多い分、組み立て工程も結構多いですね。そしてウェポンで変形パターンですね。まだ組み立て序盤なんですけど、すでにユーモの片鱗が見えてきましたね。ここ稼働するんですけど、
これを押し込むとですね、稼働しなくなります。ロックかかってるんですね。面白いぜ。こういうギミックがね、至るところにあるようです。で、倉持恐竜さん曰く、今回の、この素材ですね、一応箱には PS 素材になってるんですけど、新開発の PS 素材らしくて、変形合体に特化するために開発した素材らしいですよ。はい、素材から開発するとかすごいよね。でもね、触っててね、なんとなくね、わかります。うん、ちょっとね、ソフトな感じしますね。うん、ABS のようなパッキパキな感じではないですし、そうそう、うん、柔らかくもないしね。あ、触っててこれはへたれないなっていうのはなんとなくわかりますね。パチンといい音するね。こういう組み立ててて分かるおもちゃ的な内部構造面白いよな。これ何か分かりますか？シャリみたいなのが溝に入ってるだけで、特にね、何の固定とかもされないんですけど、これをこちらの穴にはめ込むと、これ外れなくなるんですよね。ロックかかって。面白い構造だわこれ。しかもね、左右スライドとこっちとこっちでロックがついてるのがね、内部構造を見て楽しめるっていうのがいいね。はい、カチって言いましたね。これロック機構あるんですよね。いやー、よくできてるね本当に。うん、おもちゃ作ってる感じがする。そして上からカバーをするとね、上半身と下半身の接続もスリットがあって、この角度じゃないと差し込めないようになってるんですよね。真正面からじゃ刺さらないようになってます。これ何を意味するかというとですね、この状態で差し込んで回転させることによってロックがかかっても外れないようになってます。スライド機能があるからね、すっぽ抜けないようにしてる構造なんですよね。おお、本当にね、考えられてるわ。感心するところがいっぱいあります。はい、それでは完成しましたので、ぐるりと一周見ていきましょう。はい、全体はこのようになっております。ぐるりと。はい、では近くで見ていきましょう。まず足の裏のモールドからです。足の裏も別部品になっていて、ここだけグレーになってますね。肉抜きなどは見当たりません。はい、そして面白いのがつま先のこのデザインですね。変形後の獣の爪がここに見えております。その下にロボットの足が、靴というかね、下駄というか、そんな感じで配置されております。うん、四足獣変形ロボっていうのは多々あるんですけど、このデザインは今まで見たことないですね。はい、そして足回りから、いわゆる本体は全体的にパンダカラーというやつですね。黒を基調として、白と黒の2色カラーになっております。そしてところどころオレンジとエメラルドグリーンかな、うん、の差し色が入っておりますね。塗装は全くないです。すべて成型色による色分けになっております。そしてここも珍しいデザインですよね。パンダカラーのロボットって結構あると思うんですけど、うん、左右の分割線で内側が白、そして外側が黒っていう風にね、手もそうですね。こんな感じの配色されたデザインもなかなか見ないですよね。うん、なんて言うんですかね、ちょっとスポーツウェアみたいな、そんな印象も受けますね。はい、そして胸に、なぜ胸にライオンの顔が、それを変形するからですね。はい、ライオンの顔はこんな感じになっております。で、胸のキラッと光るところですね、この目の部分、ここはシールですね。そして背中側、ウイングのような物体が生えておりますね。そして顔のアップです。顔もね、ちょっと面白いデザインになっているんですよね。うん、一見オーソドックスなロボットかなという風に見えるんですけど、よく見るとね、男爵ひげが生えております。これも奇抜なデザインですよね。今まで見たことないです。で、バイザー部分ですね、クリアの部分、ここはね、一応
撮ることができるようになってます。こんな感じでね、素顔はこんな感じですね。男爵ひげってやっぱダサさの象徴みたいなインチキ臭いイメージっていうのがねよくつきまとうんですけど、これに関してはよくデザインされていて、うさんくささというかね、そのインチキ臭さというかダサさっていうのは全く感じないですね。うん、完全にロボットの衣装の一部として反映されております。では可動範囲を見ていきましょう。頭部はボールジョイント接続でこのように自由に動かすことができます。上下に横、そしてボディ、まずは肩の内側ですね。後ろ方向へのみスイング軸があります。あ、前もちょっと行くか、多少行きますね。そして肩自体はアーマーがこのように独立していて自由に動かすことができます。そして変形の恩恵ですが、肩アーマーをこのように後ろに反らすこともできます。そして横方向への腕のスイング、最大でこれぐらいかな。はい。で、ロール軸に、肘。肘は最大でここまでですね。で、手首はボールジョイント接続で自由に動かすことができます。回転も可能。そして、これはちょっとトランスプレイなんですけどね、変形用のこの、爪部分ですね。これを展開して、まあトランスプレイとしてですが、フローのように。どっかで見たことありますけどね、武器として使うこともできるんじゃないでしょうかという提案です。はい。そして、ボディ自体はね、ないですね。腰の可動ぐらい、腰の回転軸ですね、まあ、これぐらいかな。変形機構が詰まっているのでボディ自体は、可動箇所なしですね。そして足、その前にフロントアーマーですね。フロントアーマーはボールジョイント接続です。自由に動かすことができます。跳ね上げはこんな感じで、そして足もロール軸がないんですよね。ロール軸ないんですけど、股関節の内側でスイング軸が入っていて、これがロールの代わりを補っております。こんな感じですね。はい。そして軸関節で前方向に後ろ方向、両方とも45度ずつって感じですね。そして開脚、開脚も45度ずつってところかな。そして膝、膝二重関節になっております。グイグイッと、はい、ちょうどね、膝ガードの部分が、二重関節にくっついてるような感じになってますね。そして足首です。足首は結構上の方に関節がありますね。ここにボールジョイントが入っております。自由に動かすことができます。回転も可能ですね。上下角、接地角。で、アンクルガードもボールジョイント接続になっていて、このように動きます。背中側の可動はまずは肩アーマーの後ろですね。ここ少しだけ開くようになっております。そしてバーニア、バックパックのバーニアがこのように動きます。さらにこのウイングのようなパーツですね、このパーツも軸が接続されていて、このように真後ろに持っていったり真横に持っていったりして、かなり印象付けに一役買えそうですね。これを前に持っていくとですね、キャノン砲みたいに見えんこともないですね。あ、これこれでイメージが全然違ってきますね。付属品はライフル、シールド、ソード、そして交換用手首パーツが4つ。こちらはライフル持ち用の手首パーツで、こちらが剣持ち用の手首パーツですね。そしてこちらは開き手、この開き手は表紙のイラストですね、こちらの造形になっていると思います。チェンジファングライフルの全体はこんな感じ。センサー部分はシールがついてますね。そしてスモークのクリアパーツがついております。はい。そしてライフルモードからソードモードに変形しますね。はい。こんな感じでバスターソードみたいな感じになりますね。で、持たせるときはですね、こちらのライフル持ち用の手、これの親指部分を一旦取り外して、持ち手部分のスリットがあるので、これを持ち手部分に、持ち手部分にじゃない、手首パーツにはめ込む。そして再度親指パーツを元に戻すと、これでライフルを構えた状態になりますね。さらに剣モード、ここにもスリットがありますね。これはこちらの剣持ち用の手首パーツにはめ込んで、さらに同じように親指パーツを元に戻すと、はい、これで剣モードの持ち手になります。背中のマウント用ジョイントに剣化しておくこともできます。お、カチッといい音しますね。はい、剣化するとこんな感じです。そしてライオネットシールド、こちらもスモークのクリアパーツが使われております。可動部分はジョイント部分ですね。ここ軸になっていて回転することができます。そして本体に取り付けるときは腕に取り付けます。
腕にシールドを取り付けるとこんな感じになりますね。はい、腕以外にもいろんなところに取り付けることができます。いろんなところに 3mm ジョイント穴が開いております。これは今後の追加武装が楽しみですね。はい、そしてバックパックにも開いてますね。横にも開いてます。そしてバックパック自体にも3つ開いてますね。さらに、尻尾で隠れてますけどね、ここにもあります。そしてライフルとシールドはジョイントパーツがあるので本体に嵌下しておくことができるんですが、ソードだけはできないんですよね。これだけは手に持たせておく以外の方法がありません。というわけでですね、ちょっとここからトランスプレイなんですけど、これ意図して作ってたらすごいなと思うんですけどね。はい、使い終わったランナーですね。これ 3mm なんですよね。これ意図してるのどうなんだろうね。はい、というわけでね、 3mm というわけでね、めっちゃぴったりはまるんですよね。こんな感じでこれは使わない手はないでしょう。というわけでランナーを切り取ってね、ジョイント作っていきたいと思います。例えばね、ちょっと切ってますけど、ここですね、ここのランナー、はい、切り取って、これジョイントパーツにしたらいいんじゃない。ちょうど 3mm なんでね。うん、例えば、どうしようかな、こうでいいかな。はい、ランナーをはめて、そしてそのままね、背中にマウントしておくことができるんですよね、これ。はい、ランナーが無駄にならないぞ。ということはですね、ランナーめちゃくちゃジョイントパーツ切り取れるぞ。はい、こんな感じになります。いろいろね、ランナーの切り方次第で形も工夫できるのでね、これはね、意外と面白いことになってきたぞ。例えばですね、これ、こう向けかな、はい、あ、こっちか、こう向けにランナーを差し込んでですね、これ腰にも喧嘩できるようになりましたね、これで。はい、こんな感じになります。いいんじゃない、これも。お手軽にランナーパーツをね、切り出すだけでも全身のジョイントというジョイント自由自在に取り付けることができます。ポーズをつけるとこんな感じになります。ストーリー通りパイロットが女性であることを意識するなら、こういうポージングもありですよね。ではお待ちかね、ヘルトビークルへ変形させていきましょう。まずはボディを上に伸ばします。腰の部分から、はい、1段階伸びます。そして尻尾をまっすぐ伸ばしましょう。多重関節になっているので、このように後ろに伸ばしていきます。こんな感じですね。はい、まっすぐ伸ばすとこれぐらいになります。さあ、そしたらそうですね、バックパックのここにジョイントがあります。これを起こします。そしてバックパック自体を下に持っていって、で、先ほど伸ばしたところのこの穴ですね、ここにある穴、この穴に先ほど起こしたジョイントをはめ込んでロックします。はい、これでね、伸ばしたボディが元に戻らないようにロックされております。そしたら背中側から見て、ここに四角いブロックがありますね。このブロックを前に押してライオンの顔を突き出します。よっと、はい、ここもこれでロックが外れたのでね、ボディ全体がこのように前に倒れるようになってます。そしたら顔を後ろに向けて、そして顔を下に寝かす。はい、ボディの変形はこれで完成ですね。そしたら腕の変形、腕はまず肩アーマーですね、これを後ろ側へ持っていきます。はい、回転させるんですね、後ろ側へ回転くるりと。そして黒部分ですね、動物の黒部分を起こして、袖の部分をくるりと回転させます。くるりと。そして拳は甲の部分が前に来るようにして、ここにロックジョイントがあるのでロック、はい、カチッと、これで片足完成ですね。
反対側もちょっとサイレンが鳴ってますけど気にしない。爪を出して反転、そしてロック、はい。そしたら後ろ足ですね、後ろ足、まずうるせえな、はい。まずサイドアーマーですね、サイドアーマーのこの下の白い部分、これをくるりと反転させて後ろ側へ持っていきます。くるりと、反対側も同様にくるりと。そしたらここにクリアランスができるので、ここに分割線がありますね、ここから斜め上にスパッと足を移動させます。こうですね、左右で見比べるとこんな感じ、ほい、カチッと、あーロックがカチカチ決まってね、本当小気味いいですね、はい。そしたら足を曲げていきます。ここはね素直に二重関節に沿って上は後ろへ、そして下は前へ曲げます。これで獣足完成ですね。さあそしたら今度は靴の部分ですね、ここに獣の爪があるのでそこから下部分をくるっと後ろ側へ反転と、はい。これで足が短くなって獣っぽくなります。反対側も同様ですね、関節に沿って足を曲げていく、そして靴を後ろへ、はい。あとは足の角度を整えて完成ですね。尻尾を下ろすの忘れてた、尻尾後ろへ倒しましょう。ピンと立ってるのも可愛いですけどね、甘えてる猫みたいで、はい、はい。それではヘルトビークル完成しましたので、ぐるりと一周見ていきましょう。全体はこんな感じになっております。はい、一周回って、いやこれまたよく考えられたデザインになっております。ライオン型変形ロボの、まあ、基本というかお決まりパターンみたいなもんでね、うん、ロボットの顔は体内に収納されるのが、まあ、一般的なんですけどね、全く収納されてないんですよ。ここにロボットの顔がそのまま残ってるんですよね、うん。でもね、どの角度から見てもロボットの顔がついてますって感じにはなってないんですよね、はい。おー、これはね、もうなんていうんですかね、騙し絵的な要素がありますよね、うん。目立たない、収納されてないのに目立たないっていうね、うん、これはすごい。あともう一つすごいなと思ったのが、ハンドレッドエッジ自体がヘルトステージ、つまり人型の時にですね、普通の一般的なロボットより足長めだと思うんですよ。これ説明書の写真見てもらえれば分かるように、かなり足長めのロボだと思うんですよね。足長いロボってね、四足銃への変形がね、部が悪いっていうかね、四足銃って後ろ足短いじゃないですか、うん。その苦手をね、うまく克服してますよね、うん。全然違和感ない。これ四足銃だわって感じになってますよね。うん、どうしてもね、後ろ足が長くなっちゃうんだよね、普通の変形ロボって。これうまいことやってるな、すごいですね、うん。見た目の勝利です、かっこいいですね、はい。可動に関しては手足はそのままヘルトステージのものが使われておりますが、つま先部分だけね、このように新しい関節が増えております。回転も可動ですね。そして後ろ足もつま先の部分が動くようになってます。こんな感じ、回転軸もあります。そしてヘルトステージの時に動かなかった口が開くようになっております。で、ちょっとね、干渉物が多くてあまり動かないんですが、首自体も多少このように角度付けができるようになってます。武器類は全身の 3mm ジョイントを使って各所にマウントしておくことができます。シールド、そしてライフル、ライフルはここでいいでしょう、はい。こうするとね、ゾイドみたいになってきますね。そしてこれですね、本当はマウントできないサーベル、これもね、専用のランナージョイントを使って背中にでもつけておくかな、ここでいいかな、ちょっと干渉するかな、うん、こっちの方がええか、ここでいいかな、はい。こんな感じでつけておきましょう、はい。ポーズをつけるとこんな感じです。大きさはペットボトルやエントリーグレード144分の1、ガンダムと比べるとこんな感じです。そう、でかいんですよこれ。頭頂高まで22、3センチあるのかな。ヘルトビークル状態でも迫力満点の大きさですね。
というわけで今回の動画はユーモコードビーストのハンドレッドエッジの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。いや、一言で言わせてもらいますと、これはプラモデルの皮をかぶった組み立てる変形玩具だね。プラモデルでありながらガシガシ気兼ねなく変形させて遊べるのがいいね。変形工程もめちゃめちゃ複雑なわけでもなし、そしてプラモデルでよくある差し替えパーツとかね、そういうのも一切なく、何度も往復変形させてね、遊べたくなる要素が詰まっております。これは変形玩具好きにはおすすめできる内容ですね。そしてプラモデルとして見てもですね、この大きさで実売6000円台で Amazon とかでね買えるのもかなり魅力的だと思います。コストに関する満足度も十分ですね。あと海外メーカーということですが、はめ合わせや精度に関しても何も問題もないですね。ストレスなくスムーズにパチパチ組めました。はい、かなり満足度の高い商品でした。倉持恐竜さんには本当お礼申し上げます。ありがとうございました。でここからはちょっと倉持さんに対する指針になるんですが、僭越ながらちょっとだけね、あ、こうだったらよかったなと思うところだけね述べさせていただきたいと思います。まず思ったのはこの変形用の握り拳ですね。これに穴が開いてたらめっちゃ嬉しかったなと思いました。というのもですね、武器を持たせるときにですね、こちらの親指を外したりつけたりするこちらの専用の手首に変えなければならないんですよね。そうじゃなくて不格好でもいいので穴が開いててね、スポスポさせる手軽に遊べるね拳があればいいなと思いました。そしてその拳がね、取り替えせずにそのまま変形に使えるとなると、もうこれは声出して喜びたくなります。あともう一つこうなってればいいなと思ったのは、変形部分を兼ねてる差し込み部品ですね。こういうところですね、ちょっと拡大してみよう。はい、このパーツはね変形するときにこういう風に動きます。でこれ何回も変形させてるとね、部品がやっぱり差し込んでるだけなんで外れてくるんですよね。なのでこういうところは SMP とかでよくある返しがついてるピンだったらいいなと思います。いわゆるこういう風にはめた時にパチンとはまってですね、抜けなくなるというそういう仕組みになってると遊びやすいかなと思いました。はい、今後ねもし余裕があればね、そういう改善していただければなと思います。いや、厚かましくて申し訳ございませんけど、あとはね尻尾とかもそうですよね。尻尾とかもこう変形させてるとですね、だんだんこう動かしてると外れてくるんですね。こういうところも返しのついてるピンで接続されてれば抜けなくていいんじゃないでしょうかね。はい、もしそうなってればね、いやもうほんと転がり回って喜びます。それぐらいね元が遊びやすい商品なのでね、そういう細かいところ改善も期待したいな。はい名前聞いてすみません。はい、今回の動画はそんなとこですね。でこのコードビーストシリーズはすでにシリーズ化が決まっていてね、このハンドレッドエッジの強化パーツなどね部品も予定されているようです。なので、ね、そちらの方も予約始まったらね、もうそっち即ゲットしたいと思います。あとはね、匂わせなのか何なのか、組み立ててて使わない部品が封入されてるんですよね。ちょうどシール貼るとね、おなんかセンサーみたいに見えるんですけど、シールの幅もぴったしなんでこれで間違いないと思うんですけどね、もうなんかすでに武器が計画されてるっぽいですね。はい、こういうのも合わせて今後も楽しみですね。はい、これ以外にもプラモデル、おもちゃ、フィギュア、いろいろ動画上げておりますので、よかったらそちらの方も合わせてご覧ください。では次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ゆうきおでした。